はい、DJ 浦健です。スタジオ13プロフェッショナルを使っての EDM トラックメイキング第4回です。よろしくお願いいたします。前回はオーディオトラック、インストゥルメントトラックの作成を行いました。今回はドラムを打ち込んでいきます。まず前回作成したインストゥルメントトラックのこの鍵盤のマークの部分をクリックしてインパクトの画面を開きます。今この状態ではインパクトには何の音も読み込まれていませんので、こちらをクリックしてこのプリセットの一覧からこちらのベンジェンスエッセンシャルクラブサウンズキット1を選択します。そうしますとこのようにプリセットがロードされてインパクトからドラムの音が出るようになります。そしてこのインパクトの画面を閉じてアレンジ画面に戻り、ドラムの打ち込みを始めていきたいと思います。まず画面上のこちらでツールをペイントツールに変更します。そしてこのペイントツールを前回作成したインストゥルメントトラックの一番左側、このあたりですね、に持っていき、クリックしたら、そのまま打ち込みたい範囲までドラッグします。今回は上の数字の1から2というところまで、これは1小節分という意味なのですが、ここまでドラッグします。そうすると、このようなイベントと呼ばれる箱ができます。そしてツールを矢印ツールに戻し、このイベントをダブルクリックすると、このようにピアノロールと呼ばれるミディエディターが開きます。このままではミディエディター部分が小さくて作業しづらいので、この矢印マークをクリックして、このようにミディエディターが別ウィンドウに表示されるようにしてから、このミディエディター画面の右下をクリック、ドラッグしてミディエディター画面を大きくします。このピアノロールには、このように各鍵盤に割り当てられているインパクトの音が表示されています。それではまずバスドラムから打ち込んでいきましょう。はじめにミディエディター画面の右下のこちらで表示される範囲の幅を変更します。そしてツールをペイントツールに変更し、バスドラム1と書いてある列の打ち込みたいタイミング。今回は1小節目の一番頭、ここになります。をクリックします。そうしますとこのようにバスドラムの音が鳴ってこのタイミングに打ち込むことができました。画面下のこちらをクリックして再生してみましょう。このように打ち込んだ音が鳴りました。この画面の上の方にはこのように1、1の2、1の3、1の4と表示されていますが、これは1小節目の1拍目、2拍目、3拍目、4拍目という意味で EDM のメインのドラムパターンでは一拍ごとにバスドラムを鳴らしたいので、このようにして一拍ごとにバスドラムを打ち込んでいきます。再生してみましょう。これで1小節分のバスドラムを打ち込むことができました。ここで曲のテンポについて説明したいと思います。画面下のこの矢印をクリックして点灯させ再生してみます。そうしますと、今打ち込んだバスドラムのタイミングでメトロノームが鳴るようになります。このメトロノームはソングデータの BPM。BPM というのは1分間に何拍刻むかという値を示しているのですが、その BPM に合わせて鳴っています。今は BPM が127に設定されていますので、1分間に127回メトロノームが鳴ることになります。BPM はこの画面右下のここで変化させることができ、このようにしてテンポを上げて再生するとこのような感じになります。下げてみるとこのような感じになります。ではテンポを BPM127 に戻します。そして次にハイハットを打ち込んでみましょう。こちらのハイハットオープンという列でバスドラムとバスドラムのちょうど中間のタイミングにこのようにして打ち込んでいきます。再生してみましょう。はい、このようにキックとハイハットを打ち込むことができました。ただ、この状態では少しハイハットの音量が小さいので、音の強弱を調整したいと思います。この強弱のことをMIDIではベロシティと呼びまして、
このミディエディター画面下の方の左側、この0から100の値が強弱の目安となります。この画面の状態ではちょっと狭くて調整しづらいので、こちらをドラッグして、ベロシティの表示範囲を広げます。ハイハットのベロシティを上げるためには、ツールを矢印ツールに変更し、ハイハットのミディデータを選択して、このようにドラッグして、ベロシティを最大値まで上げてみます。再生してみましょう。はい、このようにハイハットの音量が大きくなりました。この状態では少しバスドラムの音が大きいですので、今度はバスドラムのベロシティを調整します。先ほどと同じように、今度はバスドラムのミディデータを選択し、今ベロシティが 80% ですので、70% くらいまで下げてみます。再生してみましょう。これでバスドラムとハイハットのバランスが取れました。では次にクラップを打ち込んでみましょう。ここにクラップという列がありますので、この列の今度は2拍目と4拍目の頭、バスドラムと同じ位置に打ち込みます。ツールをペイントツールに変更して、このようにクラップを打ち込みます。再生してみましょう。このような感じになります。これもクラップの音が少し大きいので、同じようにベロシティを調節します。今 80% ですので、こちらも 70% ぐらいに変更します。再生してみましょう。はい、これでキック、ハイハット、クラップのバランスが取れて、ベーシックなリズムを打ち込むことができました。次回は実際にMIDIキーボードをプレイして録音するリアルタイム入力へ入っていきます。ご視聴ありがとうございました。スリープフリークスでは、より多くの視聴者の皆様に楽しんでいただけるようなコンテンツ作りを心がけております。こんな動画があると嬉しい。こんな企画を開催してほしい。この商品を紹介してほしいなど、皆様の貴重なご意見をお聞かせください。弊社ウェブサイトにご意見ボックスをご用意しておりますので、こちらのリンクからアクセスをお願いいたします。なお、プライバシーは弊社が責任を持ってお守りいたしますので、ご安心ください。今後ともよろしくお願いいたします。